い、わかりました。はい、いつでもどこでもグリーン。じゃあなんで、じゃあ合ってんじゃん、じゃあ合ってんじゃん今の。合ってるじゃん、合ってるよね、合ってる、うん、合ってる合ってる、いつでもどこでもグリーン。絶対バカにしてるよね。うれしいです、うれしいです。今日、今日は、はい、僕と、はいはいはい、イエローと、はい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 、ちょっと同時に、はいはいはい、動画を撮ってるんですけど、えええええええ、なんと、ええ、4000人、ええ、チャンネル登録、ええ、突破しました。よし、4000人、素晴らしいですね。4ですよ。ようやく、ようやくですか。ちょっと長かったんじゃないですか。長いですよね。まあそれなりにね、暴れてるつもりではありますけど。いつでもどこでもグリーンオン。この番組は、YouTube 的ラジオ番組で、何かの片手間で結構ですので聞いていただければと思います。で、まあ、前回イエローと一緒に、チャンネル登録数4000人突破記念という形でオフ会の参加、あ、もうオフ会やりますよという形で募集を募ったんですけど、今約半分ぐらいの参加希望の方がから、まあ、応募いただいて、まだけど半分残ってるんで、もしまだ参加したいなって迷ってる人とか、いたら、まあ、ご連絡いただければと思いますので、まあ、概要欄にはいろいろと細かいオフ会の内容とか、載せとくので、よかったら見ていただければなと思います。で、まあ、最近、まあ、今イエローとグリーンと、まあ、持ち犬先生とっていうのがレンジャーの動画で上がってるんですけど、まあ多分皆さん見ていただけてると思うんですけど、ここ最近本当ゴルフに対する考え方が変わったというか、もう今までの概念が全くなくなったんで、先生とまあラウンドレッスン行って、まあ例えば昨日上がったのだと、傾斜に対して、まあ、方向で決めるんじゃなくて自分で動くとか、もうほんとボールの位置とか、もう全然違いますよね。すんごいなと思いました。やっぱりあと先生ものすごくうまいんで、すごいためになります。で、その人に合った振り方とかっていうのをすごい教えてくれるんですよ。これやっぱりレッスン行くと全然違いますね。本当に今までの本当概念が全て崩れたっていうか、まあ、いい意味で、いい意味ですごい進化できんじゃないかなって僕は思ってます。で、まだ近々イエローと対決するんですよ。あの下級戦士対決、レンジャー内で、これに関してはちょっとやっぱ負けられないので、やっぱイエローには勝ちたい、あわよくはブルーにも勝ちたい、ブルーレッドにも勝ちたいですけど、やっぱイエローには勝ちたいっすよね。もう勝ちたい、ただそれだけなんですけど。けどレッドからちょっと指令が出て、そのイエローと対決するラウンド内は英語禁止らしいんです。英語禁止で、英語使ったら一打罰っていうちょっと新ルール、新ルールっていうか、まあローカルルールですけど、今それでちょっと戦ってこいという指令が出たので、もうすごい考えるゴルフになりそうです。喋る言葉も、まあゴルフって基本的にもう ほぼ横文字じゃないですか。ラフとかティーショットとか絶対使っちゃうじゃないですかね。だけどすごい考えながら多分ラウンドする動画になると思うんですけど、まあまあそれはそれで面白いかなと思うので、ちょっとイエローと対決して、まあ打数は打数で、まあ1回出して、まああとはね、英語表記を使ってしまったら、まあそこに関してはまあね、プラスアルファで一打罰をつけてって感じですかね。うん、まあでもどうだろうな、
最近多分イエローも僕もあんまりゴルフ行けてなくて、この間の年内だと持健先生のレッスン行った時くらいかな。で多分イエローもそんな行けてないんですよね。やっぱ仕事ちょっと忙しくてなかなか練習にも行けなくて、でその持健先生のレッスン受けた時にやっぱ毎日家でもできることあると、素振りでもできることあるじゃないっていうふうに言われたんですよ。まあその通りですよね。例えば、まあ、ストレッチする、まあ、僕体がめちゃめちゃ硬かったんでストレッチは飛距離につながるよっていうのを言われて、まあ家でストレッチしたり、まあ、ちょっと筋トレしたり、まあ、体幹鍛えたりみたいな、まあ、体幹まではやってないですけど、まあ家でできることあるじゃないっていう話になって、まあそうだよなって、まあ仕事終わった後でもお風呂入った後でもストレッチすれば、ね、体は柔らかくなるし、まあ素振りでも、まあ僕とかイエローってやっぱり素振りが確立されてないですから、まあそういうところもね一からねこうやっぱり作れればやっぱスコアはアップしていくんじゃないかなとはすごい思うんですけど、で僕やっぱり練習いけないからこれを買ってみたんですよ。これ短い振るやつ、部屋の中でも振れるよっていう。僕はやっぱり課題がものすごく多くて、もともと持健先生と練習する前にどうなりたいって聞かれたんですよね。その時に僕は結構アイアン、まあドライバーもそうですけど飛距離があんまり出なくて、アイアンだと結構打ち上がっちゃうんですよね。ものすごく打ち上がって飛距離が伸びない。7番アイアンでも多分140飛ばないんで、130とか135とかなんで、やっぱ飛距離出したいですって話をしたら、やっぱり飛距離はまあもちろん柔軟もそうだし、筋力もある程度やっぱ必要だしっていう話をされて、なのでこれです。飛距離、もう本当かどうかわかんないですけど、ヘッドスピードの向上、飛距離、これやっぱりなかなか練習行けないから、もうお店でも、まあ、仕事中でも家でもちょっとこれで振ろうかなと思って、やっぱりかっこいいスイングになりたいしね、飛距離も伸びるようになりたいし、スコアうまくね、スコア伸ばしたいしっていうので、これをちょっと買ってみました。なのでちょっとイエローの対決まではもう毎日これを100回とか200回とか振って、ちょっとスイング確立しようかなと思ってます。これ動画見てて、あ、グリーンスイング変わったねって思ったらちょっとコメントくださいね多分劇的に変わるんじゃないですかね。変わると思います。あの僕やっぱり体が、その動画見てもらった人には分かると思うんですけど、体がやっぱり流れる、その行った時に打つ時にインパクトから体がすごいもう前から流れてるから飛距離が伸びないっていうのも持健先生に指摘されたんで、もうずっと打ち股にしながらスイングしてるんですよ。3個前ぐらいの動画見てください。あの僕のスイングがいかにダメなのかっていうのを持健先生が指摘してくれて、内股で左足だけ内股にしろって言われたんですよね。ちょっとお姉系の打ち方なんですけど、これ本当にすごくて、あ、体が流れてないなっていうのが自分で分かるんですよね。だからもうずっと内股で素振りしてるんですけど、これまだ買って今日届いてまだ開けてないんですけど、もうずっと内股で矯正しながらこれ振ります。でもそこでちょっと体に覚えさせて、まあ僕も言えるのもやっぱりスイングが全然なんで、やっぱ矯正するとこだらけなんですよね。なのでやっぱりちょっと頑張っていいスイングを身につけた上でね、もうやっぱゴルフ上手くなりたいなと思います。ちょっと劇的に変わるかもしれないんで見ておいてください。まだまだ教えることたくさんあるわって言われたんですよ。まだまだあるわって言われたんで、もう1回ぐらいは、まあ、それも動画に、まあ、持健先生の許可が下りれば、まあ、動画撮れると思いますし、多分 100,
100切るか切らないかぐらいの人ってやっぱり教えてもらう人がいない。そのスイングとかは例えば動画見れば解決方法あったりするかもしれないですけど、やっぱラウンドの中のこういう時はこうした方がいいよとか、なかなかやっぱり教えてくれる人いないですよね。まあやっぱ自分の感覚でやっちゃってる分あると思うんで、まだ多分上がってないですけど、これ LINE の読み方とかパターとかアプローチとかいろいろやっぱ先生教えてくれたんですよ。すんごいためになるんで、ぜひ見てほしい本当に。あ、やっぱり100切るか切らないかの人は絶対見るべきです。本当変わります。僕もやっぱりアプローチ上げちゃうんですよね。上げちゃうんですよ。3度持ってちょっと上げて打っちゃうんですけど、もうそんなのはダメだと。入る確率が高い方にしないと、やっぱスコアを1打でももう短くするんだったら入る確率が少しでも高い方を選びなさいと。結構持ち健先生攻めるゴルフをするんで、やっぱりパー5だったら1打目失敗したとして、ライが悪かったとしてもウッドを握りなさいとか、結構攻めるゴルフをすごい教えてくれるんで、もう時間ある人はもうぜひ持ち健先生のレッスン行ってみてください。もう本当ダメになるんで。あと、4000人突破記念オフ会、まだ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 というかまた半分ぐらい枠残ってるんで、参加できる方はぜひ参加応募お待ちしてます。ってな感じで、また来週何しますかね。どうしよう、あの本当にやるネタ困ってるんで、なんかやってほしいことあったらコメントください、お願いします。ということで、ゴルフレンジャーグリーンでした。あ、イエローには勝ってくるぜ。近々アップあると思いますんで、楽しみにしておいてください。